まんまと観客にロマン・レインズを恋しがらせることに成功した WWE は、来たるべきレインズ復帰のお膳立てとして新生ブラッドラインを着々と再編成しています。自称トライバルチーフソロシコア、乗り気でないワイズマンポール・ヘイマン、ライトハンドマンタマトンガ、インフェイマストンガロア、ここにあと2名加わると言われています。1人目は元メジャーリーグレスリングチャンプのジェイコブ・ファトゥ。彼は正統サマー系で、しかもあのアイファミリーなので、いの一番に新生ブラッドラインに加わるはずでした。しかし18歳の頃泥棒した犯罪歴のため、上場企業 WWE はそうそう簡単に表舞台に出せない模様。2人目は3日前に報道されたヒクレオ。彼も新日本に収まるタイプではないので、タマトンガたちが WWE にあっさり溶け込んでる今、移籍しない手はないでしょう。どうやら WWE はまだまだブラッドラインをやるみたいです。まあロックが乗り気の今、これを利用しない方がおかしいわけで、サマースラムまで2日となり、イケイケの WWE にはしばらくサモアンやらトンガやらが踊ることになるでしょう。無論最終的な狙いは WWE 当初の計画で悲願だったロマン・ラインズのドベビートップスター化に違いありません。